マーリンズ4、20ドジャース、19日、日本時間20日、ローンデポパークドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、前人未到の大記録を達成した大谷翔平投手、30、お賞賛した。大谷はこの日、3本塁打と2盗塁を含む6打数6安打、10打点4得点と大暴れし、50本塁打、50盗塁を経験とクリア。試合終了時点で、 51から51まで到達した。大谷のこの日の活躍について問われた同監督は信じられないほどだ。一人の選手のパフォーマンスとしては本当にありえないようなこと。この野球界で MLB の勝者になったと思う。我々も含め見ているもの全てが歴史の目撃者になった。長い野球の歴史の中で誰も成し遂げていないことをしたと称賛。 50から50を達成しポストシーズン進出も決めた素晴らしい日になったこの瞬間を楽しむよと振り返った大谷の様子について問われるとチームメートに感謝していた試合中は最後の打席まで集中していたロサンゼルスのファンはホームで偉業達成が見られないことを残念がっていると思うが彼の目を見たら今夜やり遂げると思ったと話した